今回はこんな感じの、洗える毛糸でマスクを編んでみました。今マスクが不足していると思うんですけれども、もちろんこれは機能的なウイルスをシャットアウトしたり花粉をシャットアウトしたりそういった機能的なものではもちろんないんで、あくまでも何もないよりはマシかなっていうところのものなので、それはあらかじめご了承ください。で、これが普通に編んだところなんですけれども、これでもまあつけ心地はまあまあ良かったんですけれども、こういうふうに内側にちょっと鎖編みの紐をつけて、こう中に不織布とかガーゼとかちょっと挟み込めるようにもしてます。あとこっちが上が鼻の部分で、こっちが口の部分なんですけれども、このフラットのこのままの状態だとちょっと鼻のところが浮く感じがあったので、ここにこうギャザーを寄せてこんな感じにして少しこう立体的にするとこうフィットする感じで、よりつけ心地も良かったと思います。別にこの紐、鎖編みの紐とこのギャザーの説明も入れますけれども、何もなくてこのフラットの状態でも大丈夫だと思います。はい、それでは材料なんですけれども、今回は、洗える毛糸というのを使ったんですけれども、ちょっとお家に余っている毛糸でこう束になっているやつを使ったので、何束かはっきりわからないんですけれども、まあ一束あれば一つ十分作れるかなとは思います。あと、あんまり、太いかぎ針でして目が荒くなってもいけないので、まあ、大体4号とか5号ぐらいのかぎ針を使用しています。あとは、最後にこう閉じるときにとじ針があればいいと思います。それでは早速編んでいきます。糸端を少し長めに取って、50センチぐらいでしょうか、取ってもらって、ちょっと長いんですけれども、鎖編みを20目編んでいきます。で、この最初鎖編み編むときは少しこうきつくせずにゆったり鎖編みを編んでいきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、鎖を20目編みました。そしたらもう一つ鎖一つで立ち上げて一つ手前の目に戻ります。一つ手前の目の針を入れるところですが、ここ一本のところではなくて、この後ろの裏山もすくってこういう状態ですね。ここです。ここに針を入れて糸を引き出して、また針に糸をかけて細編み、これで細編みが1になります。また次の目、ここではなくてこの後ろ裏山も一緒にすくって、こういう状態ですね。針を入れて糸を持ってきて、また針に糸をかけて2本ともすくう。これで細編みが2。次の目、また裏山も一緒に針を入れて糸をすくってきて、針に糸をかけて2本すくう。細編みが3。
感じでずっと、20目細編み20目、往復編みになるんですけれども、元のところまでこっちまで細編み20目で戻っていきます。はい、戻ってきてこれで細編みが20目編めました。はい、でこれからどういうふうに編んでいくかというと、まず今ここを編んでるんですけども、まず鎖20目編んで、でまた細編み20目編んで、でもう一段細編みを20目編みます。でこういう畝があると思うんですけども、これだと 1,2,3,4,5,6,7 7つ畝があると思うんですけども、初めの鎖編み20目はちょっと、無視して、今細編みで20目編みました。そしてもう一段細編み20目編みます。そしたら次は、減らし目をして1目減らして細編み19目で、また戻ってきて細編み19目、そしたら次はまた減らし目をして細編み18目を2段、次は細編み17目を2段、16目を2段、15目を2段、14目を2段という形に、こっちはそのままで、こちらだけで、1目ずつ減らして2段ずつ編んで、で紐をつけていくという形です。でこれを同じものを、全く同じものを2枚作って、中心でひっつけてこういう形になります。はい、それでは、今細編み20目編んだところなので、もう一段20目編みます。20目編んだら鎖1目で立ち上げて、編み地をくるっとひっくり返してまた戻っていきます。さっきのところは、鎖編みのところに、細編みをしていくので、ちょっと目を開くときがやりにくかったと思うんですけれども、この段からはスルスルっと編めていけると思います。鎖一目で立ち上げたら、ここの目のところに次のこの目のところですねに針を通して、またずっとよいしょ細編みを20目編んでいきます。こうですね、ここに入れていきます。次のここです。はい、細編み20目が2段編めました。そしたら次は、19目を2段編んでいきます。段が変わるごとに鎖1目で立ち上げて、生地を編み地をひっくり返して、で次は19段 1目減らしますので、目に針を入れて糸をすくって、また次の目に針を入れて糸をすくって、糸が3本かかっている状態で針に糸をかけて3つとも引き抜きます。これで1目
減らし目ができました。ここからまた19目編んでいきます。19目編めました。そしたら次はもう一段19目、これも段が変わるごとに鎖1目で立ち上げて、編み地をひっくり返して、でここは19目変わりないのでそのまま減らし目をせずに19目編んでいきます。はい、19目2段が編めました。そしたらまた段が変わるので鎖1目で立ち上げて編み地をひっくり返して、次は18目を2段編んでいきます。また減らしていくので目に針を入れて糸を取って、で、また次の目に針を入れて糸を取って、針に糸をかけて3本とも引き抜きます。これで1目減らせました。ここから位置としてここまで18目になってます。それをもう1段18目を2段で、また次は17目になりますので、鎖1目で立ち上げて、初めに同じように糸、目を減らして18、17、16、15、14 と、こういう形で2段、2段ずつ1目減らしながら編んでいきます。はい、14目2段まで、編んだところです。はい、ここの部分ですね。そしたら次はこの、耳にかける、紐の部分を編んでいきます。これはまあ人によって長さが違うと思うんですけども、私は普通のこうレギュラーサイズ の、 あの市販のこうマスクと大体長さを合わせて、編んでみました。ここ最後、14目終わったところです。そこから鎖編みを、41目編んでいきます。このまま、針に糸をかけて鎖編み、輪に通して鎖編み、これが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これをそのまま41目編んでいきます。はい、41目編めました。41目編んだらちょっとこの輪を伸ばしてもらって、まず、ここの土台のところのこの、ここから今鎖編みしたと思うんですけど、逆側の反対の初めの細編みの頭に、ここですね、ここに針を通して、そしてこの今の鎖編みの輪の中にまた針を戻して、ちょっと糸をキュッキュッと引き締めて締めて、でこれを引き抜きます。そしたらつながりました。引き抜いたらまた、針に糸をかけて鎖にして、ここはもう、糸を切っちゃいます。ちょっ と、10センチぐらい残して糸を切ります。そしたらもうそのまま
き抜いて、キュッとここ縛って引き抜いて、それで片方ができました。これを全く同じような感じでもう1枚2枚作っていきます。同じものを2枚編んでいくんですけれども、もう1枚編むときは、ここの始めの鎖編み20目編むときの糸端は、そんなに長く取らなくて、普通に最後にこう閉じれる長さで大丈夫です。はい、2枚編めました。そしたらここの中心をひっつけていきます。まず、糸端が長い方を右に持ってきてもらって、もう一つの方を左に持ってきてもらって、まあどちらでも一緒なんですけれども、こちらで、閉じていきます。まず、端と端を2枚、合わせて、糸端が長く出てる方がこっち側ですね、外側になります。で、端と端を合わせて、まず手前のこの目に1本だけある目に針を通して、同じように奥の方も1本出てる目に1本のこの目に針を通して、この糸を針に引っ掛けて引き抜きます。はい、そしたらまた、次の目に針を通して、奥の方の同じ合わせた同じ目に針を通して糸をかけて引き抜いて、そしたらこう糸に2本かかってます。これを手前の方の目に引き抜きます。でまたその次の目に針を通して、合わせて奥も合わせて針を通して糸を引っ掛けてきて引き抜きます。でずっと目がずれないように合わせて引き抜き編みをしていきます。別にとじ針で閉じてもらってもいいんですけれども、よりちょっと丈夫にするために引き抜き編みをしていきます。同じ要領で、最後まで目を合わせて引き抜き編みをしていきます。はい、最後まで引き抜きができました。そしたらまた輪に糸を通して糸を引き抜いて、これで取り付けができました。こんな感じです。そしたらまた糸を少し切って、とじ針でとじていきます。こっちが外側なので、内側の方に見えないところにとじていきます。ちょっとこのここの縁のところが上と下、横はまっすぐなんですけれども、ギザギザになってるので、ここを細編みで縁取りをしていきます。まずこの紐が出てる部分ですね。ここの目に針を通して、また糸を引っ掛けて、引き出します。そして鎖一目で立ち上げて、端糸端は短めでいいです。編み込んでいきます。一緒に
で、また同じ目に針を入れて糸をかけて細編みをしていきます。で、この糸端は一緒にこう編んでいく方向に沿って置いておけば一緒に編み込んでいくことができます。で、次の目にも針を通します。この、針を通すところはこのちょっと穴が開いてる隙間、この段と段ですねの隙間のところにがガタガタになっているので、ここに針を通して糸をかけて細編みをしていく感じになります。そうすると、まっすぐ、縁取りというか端がきれいにまっすぐになります。これも別にしなくてもいいんですが、した方がちょっとより綺麗になるかなと思います。そうすると2枚重ねた継ぎ目のところもきれいにまっすぐに馴染んでくると思います。最後まで編めたら糸端を少し取って切って、また鎖にして糸を引き出して、これで縁取りが完成です。はい、また糸端はとじ針で内側の見えないところに閉じていきます。はい、こんな感じでちょっとガタガタだったのがまっすぐになったかと思います。はい、そしたら、横は綺麗なんですけれども、下の部分も同じように全く同じです。ここに針を入れて糸を引き出して縁取りをしていきます。はい、できました。下も細編みで縁取りをしたところです。こんな感じですね。で、もうこの状態で終わってもらってもいいんですけれども、一応、ここからはこういう紐付けとこのギャザーをやっていきたいと思います。これでも全然普通につけることができますし、ここにバサッとこう不織布とかガーゼを置いてかけてもらってもいいとは思います。はい、それでは紐なんですけれども、ですね、この右から 1,2,3 3つ目と4 5つ目に紐をつけていきたいと思います。こんな感じですね。1、あ、ごめんなさい、右から2つ目と1,3
右から3つ目と5つ目です。3つ目と5つ目、まあどこでもいいんですけれども、3つ目のところと5つ目のところに両サイド鎖編みの紐をつけていきます。まず1、2、3、3つ目のところのうねがあると思うんですけれども、1、2、3、ここですね。ここのうねのところにこう縦にこうこれです、この目があると思うんですけど、ここの右から 1、2、3、3つ目の下のところに針を入れて、でまた糸を引っ掛けて入れます。糸端は少しだけ置いておきます。でここから普通に鎖編みを1、2、鎖編め、そうですね、何目だったかな、17目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17目編んだら、同じラインの上のこの目に針を通して、ちょっと硬いな、ここですね、ここに硬いですけども、針を通してその目をそのまま引き抜きます。そしてもうこの糸端は切ってもらって、この輪の中に引き抜いて糸を引っ張り出して引き締めます。こういう形で取り付けていくだけです。そしたら糸端はこの鎖の糸の下を通して、この輪の中に端を通してキュッと締める。もう一周同じようにここに通して、この輪の中に入れてキュッと引き締めて、あとはもう切っちゃってください。表から見ても特に分かりません。こっちの糸端も同じように鎖の下を通って輪の中に入れて、端っこに持ってきてキュッと引き締めて、もう一周こんな感じで、あとここですね、こっちでもいいですけれども、こっちこの辺にここと、あとこっちにもあと3本取り付けていきます。糸端はもうギリギリのところで切っちゃってください。でこんな感じであと4本つけていきます。あと4本じゃなくてあと3本ですね。合計4本取り付けたところです、はい、そしたら今度はここに、まあ、もちろんこれだけでもいいんですけど、ちょっとつけたところにつけた時に鼻のところが少し浮く感じがあるので、ここにギャザーを入れていきたいと思います。今度は糸を
切りと、まあ、30センチ、40センチぐらいですかね、適当な長さに切ってもらって、とじ針でギャザーを入れていきます。とじ針に糸を通してもらってギャザーを入れていくんですけども、この上の部分のこの辺に穴が開いてると思うんですけども、そこにザクザクっと並縫いみたいな感じで入れていきます。この端のところからだいたい5ミリぐらい下のところですね、ここにちょっとポコッと隙間があるところがあると思うので、こうザクザク並縫いしていって、そしてこう全部が通ったら引き締めていきます。そうするとこんな感じ、表から見るとこんな感じ、綺麗にギャザーが入ると思います。そしたら糸端はまたちょっと自分のお好みのギャザーに調整してもらって、また両端の糸端にとじ針を持ってきてもらって、で、通した目の周辺のところにまたあの周辺の目にちょっと針を通して輪にして、でちょっと結んで閉じるような形で留めて、また見えないところに糸を閉じて、そしてもう余分な分は切っちゃいます。こちらも同じように、最後の目の周辺を開って、この輪の中に針を通してこう結ぶような形にして、でまた見えないところに糸端を閉じて、そしてまた糸を切ります。はい、こんな感じでギャザーが入って立体的になりました。そしたらここに、これはキッチンペーパーなんですけれども、こういうふうな形で不織布ですとかガーゼですとか、そういったものを入れて、よりちょっとこうカバーできるようにはなるんじゃないかなと思います。意外とどんな感じかなと思って編んでみたんですけれども、つけ心地は良かったので、まあそういうウイルスだとか花粉のシャットアウトにはならないと思いますけれども、もう本当に何もないよりはマシかなっていうのと、まあちょっとまだまだ寒いと思うので、防寒というところでもお時間があったらチャレンジしてみてください。